ロバート・ウッズ・ブリスロバート・ウッズ・ブリスはアメリカ合衆国の外交官、政治家。1875年8月5日、ブリスはミズーリ州セントルイスにおいて弁護士、ウィリアム・ヘンリー・ブリスとアニー・ルイズ・ウッズの息子として誕生した。ブリスはバージニア州、ミネソタ州、マサチューセッツ州の私立学校で学んだ。ブリスは1896年に ハーバード大学に入学し、1900年に卒業し、学士号を取得した。1908年4月14日、ブリスは、ニューヨークのブルックリンにおいて、ミレドレッドバーンズと結婚した。ブリスはハーバード大学卒業後、合衆国が統治するプエルトリコ政府で、事務官となった。その後ブリスは1901年から1903年まで、プエルトリコ総督。 ウィリアム・ヘンリー・ハントの個人秘書を務めた。ブリスは1903年に国務省の採用試験を通過するとイタリアのベネツィア領事として配属された。1904年、ブリスはロシア帝国のサンクトペテルブルク大使館で二等書記官となり1907年1月まで駐在した。その後ブリスは1907年から1909年までベルギーのブリュッセル公使館で 初期官後、1909年から1912年まで、アルゼンチンのブエノスアイレス公使館で初期官を務め、1912年から1916年まで、フランスのパリ大使館で初期官を務めた。ブリスは1916年から1920年まで、フランスのパリ大使館で3時間を務めた。また1918年、ブリスは、 オランダのハーグ公使館で臨時の代理公使も務めた。1920年、ブリスはワシントン DC に呼び戻され、国務省の西ヨーロッパ担当部で部長に就任した。1921年3月、ブリスはウォレン・ハーディング大統領から第三国務次官補に任命された。ブリスは1921年から1922年に、 かけてのワシントン会議において議定書の管理を担当し、また外交団による調査委員会の議長も務めた。1923年1月30日、ブリスはハーディング大統領から中スウェーデン公使に任命された。ブリスはスウェーデンのストックホルムに赴き、1923年8月8日に新任状を法定して着任した。 ブリスは1927年3月15日に同行使を退任した。1927年2月17日、ブリスはカルビン・クーリッチ大統領から中アルゼンチン大使に任命された。ブリスはアルゼンチンのブエノスアイレスに赴き、1927年9月9日に新任状を法定した。ブリスは1933年4月29日に、 同大使を退任し、合衆国に帰国した。ブリスは合衆国に帰国後、国務省を離れ、ワシントン DC のダンバートン・オークスに隠居した。1939年、ブリスはハーバード大学の監督委員会の委員に選任され、1945年まで同委員を務めた。ブリスは1940年に居住地をカリフォルニア州サンタバーバラのカサドリンダに移し、 それまで居住していたダンバートン・オークスの土地をハーバード大学に寄付した。1942年、ブリスはワシントン DC に戻り、九番街28丁目に居住した。1942年、ブリスは国務省文化関係部の顧問となり、1944年に国務長官の特別補佐となった。そして1945年、ブリスは公職を退いた。 1951年、ブリスはハーバード大学から名誉芸術博士を授与された。1962年4月19日、ブリスはワシントン DC の自邸で死去した。ブリスの遺体はワシントン DC のダンバートン・オークスに埋葬された。 aborldconnect.rotsweb.com.abcdeharvard w D university archives.abcdbrisfamilyhistoryandgenealogy.http://www.state.gov/.aboutstatehistory. オフィサーズ、ダセグ、html, ハット、http, コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.state.gov スラッシュ、r、スラッシュ、マスカル、スラッシュ、コースラッシュ、p, オース、スラッシュ、コム、スラッシュ、11283、html, ハッ http, コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.state.gov gov スラッシュ r スラッシュパスカルスラッシュフォースラッシュ po スラッシュ com スラッシュ1 0 3 6 3 h t m ハット h t t p コロンスラッシュスラッシュ pol i t i c a l g r a v e y a r d ドットコムスラッシュ bio スラッシュ b, b l i g h t ダッシュ b l o c k ドット html r j m l v w r w 四ありがとうございます。